明日からセカンドオープンを迎えるココのすすきの。4階、3階、地下1階の3フロアで13店舗オープンします。まずは今まで封鎖されてきた3階エリアから。かなり広いフロアなんですけども、こちらにはスパゲティ屋さん、そして反対側にはスープカレー屋さんなど、いろんな飲食店並んでますよ。3階のココのフードホール、今回のセカンドオープンで一番パワーアップしたフロアで、フード&アミューズメントをテーマにおよそ9店舗がオープンします。目の前で天ぷら作ってくれるんですね。わあ、いい音する、おいしそうな音。北海道初出店、博多天ぷら山屋。揚げたての天ぷらを一品ずつ提供する博多スタイルを採用した天ぷらの専門店です。おすすめは肉、魚、野菜が楽しめる山見定食。こちらがキスと豚ロースですね。はい、わあ、揚げたての天ぷら。おすすめの食べ方はやっぱり天つゆで、うまだしというおだしと追いがつおを使った天つゆになります。うん、おいしい。衣が柔らか、サクサク。正直この豚ロースの脂身とこの天ぷらの衣でちょっと脂っこいのかなと思ったんですけど、全然そんなことない。さらにカウンター席限定でご飯と高菜、明太子はおかわり自由、博多グルメが堪能できるお店となっています。ご飯足りない。わー、トロトロのチーズが食べられるのは国内第1号のこちらのお店、ウォーレスブラザーズチーズバル。コンセプトはズバリ、チーズを五感で楽しむチーズバル。6種類のナチュラルチーズを使ったグリル料理が楽しめます。うーん、おいしい。チキンプリプリ、柔らか。トマトソースなんですけども、酸味がある。でもその上にかかってるチーズですごくまろやかな味わい。わあ、おいしい。さらに、おこっちのお店はなんかネオンがすごくかわいいですね。あ、なんかいいね、近未来っぽい。うわあ、ショーロー、おいしそう。こちらも道内初上陸のダ・パイダン105。台湾夜市をイメージした空間で屋台飯が食べられるお店です。おすすめは本場台湾のレシピを元に作った自家製焼き小籠包。お箸入れて、すごい、出てきた。すごい、もうスープたっぷり。うわ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 、これは美味しそう。肉汁とこのお出汁、結構パンチ力ある。うわーと、ちょっと胡椒も入ってるのかな。ちょっと本格的な台湾の味がしますね。さらにフードホールの隣には屋内広場、ココのスクエアもオープン。フードホールで購入した料理が食べられるスペースとして利用できますよ。明日セカンドオープンを迎えるココのすすきの、一体どんなお店が入るのか調査しました。続いては4階フロア。4階フロアにも新しいお店がオープンしました。それがこちら、月島もんじゃ空屋です。今日はプレオープンなんですけども、多くの方でにぎわってます。北海道初進出、月島もんじゃ空屋。今月22日からプレオープンして、連日行列ができるほど人気を呼んでいます。お店一番人気は、お待たせしました、こちら当店一番人気の明太子もちもんじゃでございます。お店の看板にもなっている明太子もちもんじゃ、
本場東京の技術を学んだ店員さんが目の前で作ってくれます。鶏ガラベースの自家製だしが効く生地に大ぶりな明太子と餅が入った食べ応えのある一品。お客さんの反応は？チーズトッピングを入れたんですけど、お餅と明太とチーズのマリアージュが最高です。やっぱ北海道といえばみんなにつつくのはジンギスカンってイメージだったんですけど、なんかもんじゃもやっぱありかなっていうのが感じましたね。さあまだまだ行きますよ。最後は地下1階。飲食店やお惣菜のお店が並ぶ地下1階にも新しいお店ができました。それがこちら、北海道四季マルシェです。北海道各地の美味しいが揃う北海道四季マルシェ、銘菓やご飯のお供、特産品を使用した調味料など、その場所に行かないとゲットできない一品が一堂に揃っています。さらにこちらでは飲ショップとしてサザエなどの道内のスイーツショップ、こだわりの出来たてスイーツが楽しめますよ。そして道民おなじみの回転寿司店根室花丸もオープン。地元根室の新鮮な魚介類をはじめ、道内外の旬な魚を使ったお寿司が安価で楽しめる名店。その隣にはあの回転寿司の根室花丸が手掛ける新しいお店もオープンします。それがこちら、魚の根室福原です。根室花丸プロデュース、魚の根室福原。こちらでは地元根室産の自家製一夜干しや珍しい魚の缶詰などが並んでいます。さらに店内にはこういった生ホッケのフライやさつま揚げ、そして焼き魚など本当にたくさんの種類のお惣菜が並んでます。